中,日中国大使日本の民衆が火の中に社民党福島みずほ、鳩山幸夫らが出席20日に駐日中国大使が座談会にて台湾問題に関して日本という国が中国分裂を企てる戦車に縛られてしまえば日本の民衆が火の中に連れ込まれることになる武力行使の放棄も絶対確約しないなどとの暴言を吐いてしまったことが 明らかになりました。朝日新聞によりますと、座談会には鳩山由紀夫さんや社民党の福島、瑞穂さんなどが参加されておられますが。まあ、こちらまあ、かなり恫喝的な暴言であり、日本政府として公式に抗議するべきでしょう。また、台湾が独立するかどうかは台湾が決めることであり、日本政府はならず、の国家の中国が。 台湾を武力で侵略しない限り動きません本日台湾中華民国にて新たな総統の就任式典が行われ日本の国会議員およそ30名が出席されている中でその当日に行われたならずもの国家の中国の座談会に福島みずほさんや鳩山幸夫さんらが出席されたのは まあ象徴的だなとも感じてしまいますが、まあ、まだですね、福島さんなどがこの暴言に対してその場でまあ抗議していればよかったんですけども、まあ、そういった報道もないため、まあ、そのままこの暴言を鵜呑みにされたものと思われます。国民の皆様、謎の国家の中国やその審判には十二分に注意していただくようお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。